アルコール消毒するする。カツパンはね、カツパンを頼まないの。見る見る、ちょっと先に今回注文したのが、カフェインレスアイスコーヒー。これ嬉しいよね。カフェインレスのアイスコーヒーできないとこあるからね。そもそもカフェインレスがあるだけで嬉しいんだけど、どっかのとこなかったよね。大手のところなんかなかった、どっかね。エクセルシオール、ちょっといい加減なこと言うとやめやめとこう。でもそれ系だ、ロトール系だった気がするけど、ね、それがたっぷりのアイスコーヒーに、あれじゃん、でも店舗に、その店舗に、そう、店舗によるよね。そう、今回の目的これです、コメダの月見と言われるフルムーンバーガー、ね、これいつまでやってんだもん ね、 ね、完全にヒカキンの動画で知ったやつです。で、実は私月見バーガーマックのも食べたことないので、このフルムーンバーガーが人生初の月見になります。てかちゃんはない、2人とも人生初はこのフルムーンバーガーです。唯一になる可能性もある。はい、あとはね、白ノワールを頼んで、まあ、200円しか変わらないんでね、でかい方を2人で分けます。はい、で、私は愛知出身で米田の量の多さを知ってるので、とりあえずこれを食べてから次の注文は考えようと思います。で、これ頼もうか、カツパンね、これ頼もうって言って、フルムーンにこれに白ノワールできると思ったけどできないかな。まあ頼んでから考えよう。はい、で、2人は寝てます。寝てますよ。いちごちゃんとサッカー選手、サッカー選手、広い席用意してもらいます。もうコメダの店員さん本当に優しくて、あの、こちらどうぞって言って開けてくださって、この椅子も一つどけてくれたおかげで、こうやってお世話をしながら行けます。いいね、コーヒーです。美味しそう。ちゃんと冷えてんだね、容器もね。ね、すごい、あの、こういうところにやっぱ喫茶店としての米田のこだわりが感じられます。たっぷりすごいね、1.5杯。たっぷりでかいのよ。これがたっぷりサイズで、これ100円しか変わらないのよ。だからもう基本たっぷりを頼んでいる、いつも。これは、これがたっぷりのアイスコーヒー。さっき映してたし顔ぐらいでね。で、はい、コメダの豆、豆か、これクッキーかと思った。豆ついてくんだ。相当コメダに来たことないんだ。うん、ずいぶん前だね。ずいぶん前からずっとこれで、コメダといえばこの謎の豆。そうか、豆ついてる気がする。こんな可愛いね、やつじゃなかった。いや、いつも黄色いやつだよ、多分。なんか秋だからね。ヒロノワールのから、カフェインレスも美味しいから飲んでみよう。こんな感じで、はい、ちなみにこの豆売ってると思います。ああったわ、レジに。いただきます。コーヒー飲んだ？飲んだ。美味しい？美味しい。うん、カフェインレスも美味しい。ちゃんと苦味がある。Hey baby。ガチャガチャ作ってもう寝ます。お待たせしました、こちら白のワールでございます。ありがとうございます。こちらフルムーンバーガーでございます。すごいすごいすごい、あ、もう来た、早い、あ、大きい、この大きいんだ。はい、ありがとうございます。え、キロキロ、あ、ずれてきた、この上のパンが。こんな大きいんだ、でっか。いるってな、どうぞ。米田サイズはこれ、こんなハンバーガー大きいの知らなかった。だから米田のバーガー基本的に2人で食べるんですよ。私舐めていて、これにカツサンドを頼もうって言ったの。大きい、どのくらい大きいかって持ってみて。まあ、白のワールド、白のワールドの大きさを知ってる人はね、マックの2倍はあるかも、うん、大きい。一回りというよりは二回りでかい感じか。あー、月見バーガーね、これを、あの、これ豆の袋とか食べてくる。2人で分けるので、半分こ、そうそう、フォーク、ナイフもらったから。であらかじめ店員さん切ってくださるのもあったんですけど、あの、多分自分たちの負担は崩れにくいですよっていうことなので、かじりそう、かじり、かぶりつきそう。うわ、切って、ダメ。じゃあこれゆかちゃんに切ってもらおう。はい、お願いします。難しいよね、ハンバーガー切るのって。
上手上手、そんな綺麗に切れるんだ。どうなった？おー、うまそう。つけ麺。フルムーンバーガーね。満月よ満月。満月。美味しそう。じゃあいただきます。半分に切ってもこの大きさ。すごいトロトロ卵美味しそう。ハンバーグも分厚。絶対美味しいよね。マジで。うわ。美味しい？めちゃくちゃうまい。美味しい。トロトロなんだ。マックとかトロトロじゃないのかな？もしかしたら。まあ、月見は食べたことないから分かんない。分かんないんだけど、固まってるイメージなんだけど。このハンバーグにトロトロのこの卵が絡んで、ちょっと食べたやつで申し訳ないけど、そう、卵が絡んで、めちゃくちゃ美味しい。美味しそう。食べよう。うわ、肉厚バーグ。さあ、レタスもちゃんと入ってる。このご飯。しっかり喫茶店のハンバーガーって感じで、美味しいです。おいしい？ハンバーグ好きとしては最高。さあ、こっちも助けてあげよう。溶けるわ。食べよう食べよう。じゃあ、私も実食。うん、すごい。顎関節症。顎関節症なの。あっから。ハンバーグ届った。このパン、パンしか食べてない。うん、美味しい。美味しい。うん、ハンバーグがまたバーグ。トロトロ卵最高。すごいよね味わい、うん、ジュルってある。大丈夫。うまいよね。うん、レタスいっぱいなのが嬉しい。うんうん、シャキシャキだよね。他の麺に卵が多い。まあ多いっちゃうか、サンドイッチとか得意だしね。うん、多い。確かに一人に多いわ。食べれる。まあ白ノワールを食べてから考える。はい、ではで、そうそう、で白ノワール食べ方というほどの話でもないけど、何分かんない、別に自分の食べ方だから。このアイスを最初潰しちゃって、うわ、愛知県民として30年ぐらい30年食べたんです。まあ何十年も白ノワール食ってきた人間、こうやって塗ってこのベチャベチャのアイスみたいなのが美味しいな。うん、そうそうそう、サクサクなチョコ残してよ。かごめん、なんか隅っこ、ほら隅っこはサクサクだから、この状態で食べるのが個人的にはすごい好きです。これ、うん、でも誰かと白のわら食べるときいつもこうしてる。いつもサクサクの方がいいのにって思われてたから。デートには泣けてる。でこの上からもこう塗って、うわ、両面を、うわ、うまいんですよこれ。ミニは食べたことあるやろ。10年以上前です、うん、どうこの食べ方。おいしい。美味しいでしょ。アイス美味しい。そうそうそう、見た目が悪いということに今気づいたけど、美味しいのよ。リムチ系好きだから美味しい。うん、なんかパンがうまいよね、その、うん、噛むとパンの美味しさみたいなのが出てくるね。それにこのアイスの感じが、レモンも美味しい。うん、レモンが好きなんだよ。なるほど。バターとデニッシュ好きはなろうかと思います。こういうキッズプレートみたいなのもいつか二人にもね食べてほしいな。あ、起きてくる。弟も起きてる。いや起きてないな、寝相か。
場所を一緒に喫茶店でコーヒーミルク、コーヒーミルク飲んでんの？ビジョンミルク、ビジョンミルク、ビジョンミルクのつもり、うん、お腹空いちゃったで泣き出しちゃったね。二人とも泣いちゃったね。あれお姉ちゃん、お姉ちゃんはカカどこにいた？いちごちゃん、いちごちゃんいたよ。いっぱい飲んでね。あんま長居しないように気をつけましょう。はい、はい、というわけで、実は双子が生まれてからの初の外食、家族での米田、どうだった？美味しかった。ね、美味しかったしね。うん、あと、うん、シロノワールもあのムーンバーガー、ツミバーガーも美味しかったし、で店員さんのねホスピタリティも本当にありがたくて、そしてこの広い空間も本当にありがたくて、ありがとうございました。双子連れならぜひコメダということで、今後も、通わせていただきたいと思います。